東京芸術祭は東京の多彩で奥深い芸術文化を通じて世界とつながることを目指した都市型総合芸術祭です東京の芸術文化の魅力をわかりやすく見せると同時に芸術文化の創造力を高めることを目指し東京2020オリンピック・パラリンピックさらにはその先まで東京に世界から人が集まり 東京の魅力を満喫できることを目指す芸術祭として2016年にスタートいたしました。中長期的には社会課題の解決や人づくり、都市づくり、そしてグローバル化への対応を視野に入れて取り組んでまいります。今年度は9月1日から12月9日までの100日間30プログラムを予定しており、東京芸術劇場、アールスポット、池袋西口公園、 南池池袋袋公園など豊島区池袋エリアにて開催いたします東京芸術祭2018年より宮城聡総合ディレクターと参加事業のディレクターが共同するプランニングチームによって展開されます開く極めるつながるの3つをプ,ラグラプログラムの柱としてフェスティバル東京18芸劇オータムセレクション 豊島国際アートカルチャー都市発信プログラム、a p a f アジア舞台芸術人材育成部門などを前年より引き続き据えながら、宮城総合ディレクターがセレクトした作品を上演する、東京芸術祭直轄事業を新たに加え、一層幅広いプログラムで実施いたします。本本日はあの本当,に本当におおいいい中、えー、お集まままりりただきましてどううもありがとうございます僕は、あのー この後ちょっとたくさんのことを申し上げますのでえまとまらなかったらあの申し訳ありません、あらかじめお話でお答えしておきます。まず、ですねここにあのパンフレット、挟まっているこの東京芸術祭2018に寄せてまあこれ、書いてあることを読んでいただければそのままなんですけれどもこれ、どういうことが書いてあるかというとですねつまり東京芸術祭として東京オリンピックにどういうスタンスで向き合うかってことが書いてあります。 あの東京オリンピックなんか関係ないよっていうやり方ではなくてですねまたあの僕らとしてはもちろん2021以降もずっと長いなんて言うんでしょう射程で考えてはいるんですがしかし東京オリンピックに対してはある意味では積極的なポジションを取りたいと僕は思っています積極的なポジショニングをしたいとしかしその東京オリンピックに対してまあ日本全体があるいは東京がオリンピックだぞと盛り上がっていくときに どういうふうな位置で積極的な役割を果たすのかについてちょっと書きましたあの僕らにとってのですね、えー、反面教師は1940年の東京オリンピックですまあ実際は行われませんでしたけれども1940年の東京オリンピックには芸術競技というのが予定されていました、えー、そしてまあそのさ前の36年1936年のベルリンオリンピックでも芸術競技があり まあ、日本人ないしは当時の日本の、えー、国民とされた人たちの中でメダルを獲得した人もいましたけれどもこれはどういうことかといえばひ、まあ、一言で言えばですね国というものを背負って、うん、国威と国威がぶつかり合うような、えー、国がこうふんぞり返ってえばり合うような中でその国っていうものの一部分として、えー、芸術家がですね、まあ、片棒担いでやろうというそういうやり方だったわけですね。 で我が国にはすごいんだぞだってこんな芸術家もいるんだっていうね、えー、そういう片棒担ぎとしての芸術家の役割だったでその1940年のアーティストの立場を今もう一度繰り返しちゃいけないっていうのが、まあ、反面教師ですねじゃあどういう立場ならばああならないんだろうかということについてちょっと書きましたつまりオリンピックというのは、まあ、どうしてももともとの理念は 世界の平和を構築するなんだけれどもでもどうしても競い合うというその競技、競い合う誰が一番かっていうどこの国が一番かどこの国が一番金メダルたくさん取ったのかっていう方にどうしても傾きがちであるつまり物差しを一つにしてその中で世界中の人が比べ合ってどこが一番強かったぞっていうのを決めるそっちの方に傾きがちだ。スポーツだけだけとどうううしてもそうなっちゃうから 一方に文化芸術を置いて文化芸術っていうのは物差しをどんどん増やしていっちゃう,もうこういう美しさもあるぞこういう速さもあるぞこういう高さもあるぞどん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 物差しを増やしていっちゃうことによってどれも今日も面白いじゃないかっていうふうにしていくでこの、まあ、2つが戦隊賞みたいに両方あることによって、まあ、全体としてオリンピックというものが、まあ、も,もともとのその 近代オリンピック憲章が掲げた世界平和ってものに近づくことができるんじゃないか、まあ、そういうポジショニングでですね東京オリンピックに僕ら関わっていきたいなと思ってます2つ目の話しますけど、えー、僕はですねこの総合ディレクターとして東京芸術祭においてですね、まあ、自分自身は3つの役割を自分にこう課しています1つは あの東京芸術祭っていうのはそのたくさんの今までやってきた事業ないしは事業というよりその中でやってきた人たちですね人材の蓄積それをなるべくそのまま活かしながらその人たちがもっと活躍できるようにと考えながらしかもさらに土俵を広げていきたいというまあ大まかに言ってしまえばその僕は東京芸術祭という。 持株会社の社の長みたいなな立場なんですねこの持ち株会社の社長、それ各カンパニーはあるんだけど、まあ、僕は持ち株会社の社長みたいな立場です。持ち株会社の社長としては、事業を広げる、東京芸術祭を規模を大きくしていく、これが僕の、まあ、ミッションだって考えてるんです。あの世界のですね、えー、例えば世界を代表するフェスティバルといえば、エジンバラフェスティバルとか、アビニョンフェスティバルとか、 まあそういう世界の3本の指に入るようなフェスティバルあるいは5本の指でもいいですがま,あま,あまだ残念ながら東京のフェスティバルはですねもう全く足元にも及んでいませんだから東京芸術祭をまあ世界の5本の指のに入るようなフェスティバルにともかくですねえ広げていきたいまあ広げていかなくちゃいけないそういうふうに考えていますまあそうしなければアアジアの人たち やっっっっぱ東京面白いよねてて思ってもらえなくなくちゃうともかく一度東京舞台芸術とかなんか表現芸術に関わるんだったらともかく東京芸術は一応行っとこうよっていうふうにアジア中の人が思うようにならなくちゃいけないのでそこまでなんとか、えー、拡大していきたいと思ってます、まあ、今のところ規模的にまず小さすぎるでそれが持ち株会社社長としてのミッション。 2つ目はですね、僕、もうすぐ60になるんですけれども、まあ、世代的なミッションですね。世代としてのミッションっていうのは、つまり、僕より若い世代にバトンを渡さなくちゃいけない。これが僕の世代的なミッションです。あのー、何のバトンかって言いますとね、それは、心の公共事業と言われる、まあ、税金を使って文化事業をやるということ。 橋を作ったりするんじゃなくてですね、あの、土建的な公共事業じゃなくて、心の公共事業ですね、ソフトとしての公共事業、こういうものが必要だ、大事だってことは、まあ、みんなだんだん分かってきたんだけれど、しかしそれを担う、実際に担う人材というのが、まあ、年齢が高いところにこう集中しちゃってる、まあ、それは経験があるから、経験が必要な仕事だから、まあ、仕方はなかったんですけれども、しかし、 もうこの後ですね、早くバトンを渡さないと、その心の公共事業の、どういうところに努力しなくちゃいけないか、どういうところに気をつけていかなくちゃいけないのか、そういうことを実地に分かっている人たちを、僕より若い世代に増やしていかないと、この先大変なことになる。これが僕の世代的なミッション。3つ目は、まあ、これはあの僕の演劇人として、まあ、演出家として、表現者としてのミッションですけど、 ミ,ミッションって僕が持ってるだけなんです思ってるだけかもしれないんですが東京の演劇界がですね僕には多様性が減ってきているというふうに思えてしょうがないなんだか俳優がコモディティ化してるじゃないかどの芝居見に行っても、まあ、劇作家は個性的なのに役者の演技は似たり寄ったりじゃないか,か結局俳優はコモディティ化してどの演出家の作品どの劇作家の作品に出てもそこそこうまくやってるけれども しかし演技というものについての考え方はなんだかのべたれに一つになっちゃったんじゃないか僕はこういうその東京の演劇界の現状を大変憂えております僕はかつては東京の演劇界は世界に比べて何か,かその教育が俳優教育がないからレベルが低いとかなんとか言われる世,世,世間的な意見に対してです、ね、反論してたんですこんな多様な表現がボコ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 あちこちから生まれている演劇界は世界中にないじゃないか 東京ほどこんな多様な表現が、龍、まあ、山白というか、何かこう自分たちの勝手なです、ね、あの自発的な表現が起こっている場所はないじゃないか、まるであの、えー、地獄谷のようにです、ね、箱根の地獄谷のように、あっちからこっちからいろんなところからボコ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 ,ボコ開けき出してる、こんな多様な素晴らしいところはないじゃないかとかつては言っていたんですが、この10年余りでそう言い切れなくなっちゃいました、なんだか似てきちゃったんじゃないかと。 これに対して、えー、俳優のコモディティ化みたいなことに対して抗えるそのまあ、うん、一志まあ一じゃないな何か一つのこう水面に石を投げるようなことが起こせればなとこれがまあ3つ目のミッションですで、はい、じゃあ以下は、えー、ここから話すことは東京芸術祭2018のテーマという話になりますが、まあ、これは先ほど植松さんからもお話しあったように「開く」「極める」「つながる」です。 開く極めるつながるあの東京の演劇界はですね今2つの側面で分断が起こっているあるいは固定化が起こっていると思っています1つは観客劇場へ行く人たちがものすごい固定化してしまった劇場へ行く人たちはもうそのこの人たちっていう少数の固定された層で層で層あの地層の層ですねでそれ以外の人たちは劇場に行く人たちのことを なんて恵まれた人たちなんだなんか既得権想なんじゃないかって思っちゃってるそして俳優作る側もですねある意味でこうとっても日の当たるところにいる人たちっていうのとそれ以外の人,人たちこうはっきり分断が起こってまあこうた力のある事務所に属している人たちとかですねそういう人たちはまあ、えー、経済的にも恵まれてるし出演機会も多いで一方でそうじゃない人たちは全くいつまでたっても チャンスが巡ってこなないいとうううふうになってしまうでここに何らかの,その回路を作ってですねまあ単純に言えばその、えー、敷居を壊して塀を取り壊してですねここに流通が起こるようにしたいでそ,のためがそのためのプログラムが開くですこのあと具体的にあの演目についてのお話各ディレクターから話がありますけれども一つだけ僕からあの。して サンモンラについててはおお話しておきますこの開くというコンセプトを一番分かりやすく表していると思いますのでこれはジョルジオ・バルベリオ・コルセッティさんというイタリアの演出家まあ僕が最も信用している演出家の一人ですけれども彼を招いてですねでさっき申し上げたようなその事務所の力だとか動員力だとかですねそういうのを一切関係なく俳優一人一人とコルセッティさんが向かい合ってもらって。 でコルセッティさんがいいと思う俳優だけを本当にフラットにフル,オーディフ,ルフルフラットなオーディションで選んでもらいましたで、えー、そこの西口公園でですね何の囲いも作らずにあのクルトワイルの音楽がふんだんに使われるブレヒトのサンモオペラを上演しますワンコインワンコインならまあちょっと出してもいいかなと思う人はたくさんいると思うんです でさらに、お金出すのもなんだけど、ちょっとまあ見ていこうかって、遠巻きに見てる分にはも、もうただという、つまりお祭りと同じですね、お祭りなんかあの、風の盆とか行くと、えー、一番隕石はちょっと有料だったりするんですけど、もう自分たちでただ、あのビニールの風呂敷か何か敷いて、見てる人はただで見れる、まあ、そんな風にしていきたい、まずこういう形で、演じる側の壁も、その分断も縫合し、その観客の側の分断も縫合していきたいという。 そういうい企画です、はいえー。僕の方からあの具体的なことはこれ以上は申し述べませんで、えー、以下は各事業のディレクターからお話しいただきたいと思います最後にあのもう一度、えー、繰り返しになっちゃいますけれども僕より若い世代にバトンを渡していくためにプログラミングチームというプログラミングチームという チームを作っていますそのチームは各事業のディレクターによって構成されていますまあ、僕は何て言うんですかねまあ、議長みたいな感じで関わっております早くあの、えー、僕たちがまあ、ちょっとこう蓄えてきたノウハウというかまあ、気をつけなくちゃいけないこととか努力のしどころとかこういうところは踏ん張らなくちゃいけないんだとかそういうのを早く彼らに伝達したいなと思っています、えー、こんにちは 直轄事業ディレクターの横山と申します、えーまあ、あの宮城さんからもお話がありましたけども、まあ、実は私もまあ40代なんですけれども、えー、今は、えー、この東京芸術祭直轄事業ディレクターとして、まあ、より若い世代に、えー、が活躍できる基盤を作ろうと思って、えー、取り組んでおります、えーで。これから東京芸術祭直轄事業の作品のご紹介をさせていただきます。えーでえー、今回の作品なんですけども、まあ、宮城総合ディレクターの方,、まあ、方針におきまして、 えー、開く、極める、つなげるという、えー、3つの、えー、ことを実現している世界のアーティストたちを、えー、による6作品をご紹介いたします。すで、まあ、既に3本ピラについてはあのご紹介いただきましたので私からはそれ以外の5作品をご紹介いたします。えー、で、今年はです、ね、あのパリと東京を結ぶ、えー、パリ・東京タンデムという企画がございまして、えー、それを中心にプログラムを組んでおります。 パリというと、なんかファッションとか、ね、グルメとかっていうイメージがあるかもしれませんけども、まあ、実は一方でね、あのフランス革命が起きた都市でも、街でもあります、でそこではあの民主演劇という、えー、運動がありまして、まあ、とても一番いいものは多くの人に伝わると、一番いいものは多くの人に,の人に伝わるという理念,、まあ、理念を持って、信念を持って活動している人たち、えー、がたくさんいました。 でそううういいいったた中でで、えー、公共劇場ととのががきてきた、えー、という歴史があります。で今の若い世代、えー、特にまあ20代30代の世代というのは、まあ、言ってみればあの公共劇場ネイティブ世代、えー、と言ってもいいと思うんですけども、えー、と活動を始めた時点ですで、まあ、に公共劇場があったという方々、えー、で、えー、そういった方々の間でも、まあ、先ほどあの宮城さんがおっしゃってたような、えー、といつも自分たちが やっているところに来てくれる人たちじゃない人たちにぜひ作品を見てほしいという気持ちが、まあ、結構共有されている部分もあると思うんですね。なので、この今回の直轄事業においてはそういった、まあ、言ってみればその分断を縫合するような活動をしてきたアーティストたちをご紹介したいと思います。 でまああのー、今回はダニエル・ジャルトーさん、それから、えー、ステレオプティック、えー、メルラニアカムさんえ、えーと,えーまあ、といった,えた方もまあそういったその分断を縫合するような活動をしてきたアーティストだと思うんですけれども、でまあ、ちょっとあの最後の,あのコーヒー事項というのはね、なんか違う感じがするかもしれませんけれども、実はコ海浩平さんもね、えーまあ、パリに留学していた方でもあります。<laughs> まあえー、というわけで、ちょっと5作品をご紹介していきますけれども。 えとまず一番初めの「えー、とガラスの動物園」という作品なんですけどもこれはまあここ数年のフランスの演劇界ではまあ最大の一作の一つでして、まあ、私が見た時も、ね、なんも中高生ぐらいの方がたくさん来てるんですね。でまあ、それは結構珍しくて、まあ、今もう2年ぐらいツアーしてるんですけども、まあ、結構同じ劇場からも、ね、何度も,まあもう一回来てほし,しいという話があったりもして、えー、とても評判になっている作品です。で まあ、実はこのテネシー・ウィリアムズの「ガラスの動物園」という作品は、まあ、日本では結構人気がある作品なんですけどもフランスではあんまり上演されないんですね。で、まあ、これはあのこの右側にいるのがねローラっていってあのこの手前にちょっとよ,よく見えないですけどねガラスの動物園があってこのまあガラス在いの動物園だけがまあ友,達友達みたいなちょっとまあ引きこもり系の、えー、女性がヒロインなんですけれども。 まあちょっとねあの,その左側にちょっと怖いお母さんがねいますけどもね、えー、でまあこのローラっていうね女の子が、えー、まあ多分生涯に一度かもしれない淡い恋をする淡い恋をするみたいなねお話なんですけれども、えー、その、えー、とフランスではなんかちょっとねあのアメリカのセンチメンタルなまあリアリズムという感じの、えー、とイメージがあってまああんまり上演されないんですねで実はこの作品をこのダニエルジャンヌドさんに紹介したのが えと宮城さんなんですけれどももともとは実はえと静岡の中高生たちにも見せるために静岡の俳優と一緒に作った作品でそれをフランスでダニエルさんがもう1回フランス人バージョンを作ったというとしたらまああの非常にヒットしたという作品でしたでまあちょっとあの装置がもともと実はダニエル・ジャンヌドさんという方は フランスを代表する舞台美術家でもあって、ちょっと結構、抽象的な不思議な装置なんですけれども、言ってみれば、いろんな実験をしている作品でもあるんですけれども、なぜか、これを見た後のお客さんに話を聞くと、なんか誰もがね、中高生だろうが、プロの演劇師だろうが、大概、の私のお母さんはね、実はこんな人でって話をするっていうね、誰もがこう自分のお母さんのこと、をね自分の家族のことを考えちゃうというような。 まあ結構不思議な作品でしたそれから次にご紹介するのがステレオプティックの「ダークサーカス」という作品ですねでこちらはフランスで活躍しているデュオのお二人なんですけれども、えっとまあ、これもアビニオ演劇祭で上演されてから結構世界中で上演されていて かなりヒットしている作品なんですけれども、まあ、言ってみればかなりチープな作品なんですね。<laughs> あのでまあ、このステレオプティックというのはまあ2人組で、えー、リオで、この作品では1人が、まあ、左側にいる、1人が絵を描いて、1人が音楽を演奏しているというような感じなんですけれども、あの学校で皆さんね、多分あの私ぐらいの世代であれば、小学校とかでね、 OHP、オーバーヘッドプロジェクターってあったと思うんですけども、まあ、ショガーカメラねショガーショガーカメラとかって言いますけれども、あれを使って、あの絵をライブで描くうのを見せると、でもう一方でまあ音楽の演奏があるというような作品で、まあ、その絵とかね、あの影絵とかを使って、だん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 ,だん,まあなんかダークな、危ないサーカスのサーカス団の話が立ち上がってくるという作品なんですけれども、えー、となんかね、 あのブランコのりがね、空中ブランコの手すりからお世話になったりと,、ね、とかね、あと猛獣、えー、使いが猛獣に追い,追いかけられたりとかするとかっていうような、えー、サ作家さんの、ね、お話、まあ、結構ブラックユーモアがたっぷりな作品なんですけれども、まあ、そういうダークな世界を垣間見る中で、まあ、ちょっと希望が生まれてくるような,ような、えー、作品でもあります、まあ。ぜひご家族でお楽しみいただきたいと思っております。 えとそれからですね次の作品が、えー、とメルラニアカムさんというこれはあのカメルン出身の、えーまあ、パリで活動しているアーティスト、えー、振付家なんですけれども、えー、静岡で、えー、一回、えー、なんとかすまん作品を作っていただいたことが,たいことがありまして、えー、と一番初めに作っていただいた,いた,だいたのがあの「夢見る力」という作品なんですけれども、えー、とその時にですね えそうそう、一番初め、その新屋上さんが来て、静岡の中高生たちに、日本の遊びをえ見せてほしいというふうに言ったんですね。で、それで、日本のまあ静岡の中高生たちが、なんか、花一もめ,めとかね、かごめかごめとか見せてあげていたんですけれども、あのー、 一回その稽古場に遊びに行ったらですねなんか芝生の上で中高生たちがあの手をつないでみんなでこうかごみかごみとかあの花なじもめとかやってるんですね。皆さん、中高生が手をつないでかごみかごみやってみたことかあります <laughs> 結構ね感動したんですけどもあのでそういった気持ちでそのあの花なじもめとかねあの歌って踊って手をつないでやるというのを。 えー、結構やってみると楽しいですね <laughs> で。その気持ちでアフリカダンスとかやってみるとかなり盛り上がる。えーでまあ、結構あのダンスとかや全くやったことないあの不器用な子と,と,とかもいたんですけども、えー、その子たちが全く違った魅力を持って輝いてくるというのを、まあ、間近で見てきまして。えー、で今回この その2作品目、空は翼によって図られるという、やっぱり中高生と一緒に作った作品と、それからもう一つ、このアダルト版夢見る力というね、この一度中高生と一緒に作った作品を、このニアカムさんと、それから今度55歳以上の女性ダンサーたちが再クリエーションするという作品、2作品をご紹介いたします。 それから最後ですけれども「コーヒー事故」という作品はこちらはですね、えー、と三重の第七劇場という劇団とそれから台北の「シェイクスピアーズ・ワールドシスターズ」という2つの劇団のコラボレーションですね3年目になりますで結構最近はその地域と海外が直接につながってまあ結構すごいことが起きてるということがあるんですけれども なかなか東京ではねその、それを見る機会がないという、えー、状況がありまして、ぜひ、えー、今回、えーまああの、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思ってプログラムいたしました。で、コーヒー事故というのは、放射王っというね台湾の芸術、台湾の映画監督の作品なんですけれども、あの小津安次郎へのオマージュとして作られた,、えー、撮られた作品で、東京で台湾と日本の若者たちが、 交流すると出会うという作品だったんですけども、それを今の日体の若者たちの視点でクリエーションしていただくと、再クリエーションしていただくという作品になっております。今まさに作っている最中ですというわけで、直轄授業では以上のサブオペラを合わせて6作品をご紹介いたします。 えっとこんにちは、えー、フェスティバル東京の、えー、ディレクターの長島ですとこちら共同ディレクターの河合ですえっ、ー、と二人で、えー、ご説明させていただきます、えー、フェスティバル東京はまあ,あの東京フェスティバルの中にフェスティバル東京があってあとさらに別に、えー、東京東京フェスティバルもあってえっ、ー、となかなかあのややこしい状況になってますがえっ、ー、と東京東京フェスティバルの中でフェスティバル東京はえー、まあ、舞台芸術のあのこれまで 東京芸術祭よりも前から舞台芸術のフェスティバルを初めてスタートしてきました、っと年で10年目となりますで、11回目の開催になります、でその節目にあたって、っと年ディレクターが交代いたしました、ちょっと私、緊張していますが、新しく前任の市村から、私、長島と河合が共同体制で引き受けました。 でそのことに関しては、えー、と一つとても大事な考え方が、えー、とありまして、えー、と舞台芸術というもの,あのとても大事なポイントとしてやはり集団創作 共同集団創作とということがある。一人のなんか個人の強い自己表現だけでは成立しなくて、えー、とスタッフからまあ観客まで含めて、えー、と生で一つの場にいて、えー、と何か一つのものをあの成立させる一つの場,を場と時間を成立させるということについて、えー、とすごくあのこう言ってよければ面倒くさい特徴があります。 面倒くさいというのは今情報化が進んでいてあとインターネットとかいろんなことが便利になっていてえと遠隔でモバイルでいろんなことができるようになっている中で実はパフォーミングアーツっていうのがその意味では人が集まって時間をかけてコミュニケーションを取りながら何かを作っていくでそれをあのやっぱりあの生で共有していくということがあのとてもあの今改めて意味があるんだと思っていますでそれとあの同時にやはり今世の中がいろいろな あの社会の仕組みですとか価値観みたいなものが大きく変わろうとしていて、まあ、少なくともここ何十年かあるいは、えー、とこれまで、まあ、大きく取れば何世紀か、えー、と目指していた理念みたいなものだとか当たり前だと思っていた価値観みたいなものが、えー、と実はあのそんなにこう安定したものじゃないんじゃないかというようなことが良くも悪くもすごくいろんな形で問い直され始めてるんだと思います。 でそういうところで、えー、と今これから、えー、と新しくなんかその社会に関するいろんな大事なことを、まあ、場合によって、えー、と面白くふざけながらも含めて、えー、試していけるなんか集団共同の場ということで舞台芸術というのはすごく可能性があるというふうに改めて今感じています。 でその中でフェスティバル東京はこれまでいろいろなことをやってきましたけども国内外のいろんなアーティストやってきましたけどもその中で特にそれ以前からいろいろな複数のドアをどうやって開くのかいろいろなところにいろんな通路をどうやってつないでいくのか例えば国と国との間に政治的なオフィシャルなルートがあったとしてそれに対してそれと別の文化の交流の通路 ドアがやっぱりあったがが息がつけるんじゃないか、えー、とそれはそういう国家とか大きなレベルだけではなくもっと,えと身近なところであるいはこの東京の中でも何か一つの通路一つの通り道一つのドアだけではやはりあの窮屈で息苦しくてすごくストレスフルでそういった中で何かそれとは別の通路、えー、とドアバーみたいなものをどうやってなおかつえ集団共同で考えていけるのかという。 なんかそこのところがとても真面目な話になってますが、舞台芸術、広く舞台芸術に関して、とても大事なところだと今、思っています。それで、そのこともあって、FT ディレクター交代しまして、なおかつ共同体制、ワントップではないという形で、これから新しい体制を。 こ今年すぐにということではな、えー、できないんですけれども、あの数年がかりで、えー、と探りながら作っていきたいというふうに思っています。で、えー、とその上で、っ、えー、と今年テーマとして、えー、お手元のあの資料にあの書いてありますけれども、あの脱ぎ捨て、またぎこせ、新しい人へという。 テーマを今年掲げてておりまして、えー、と新しい人というキーワードで、えー、とテーマを掲げるのは今年もう3年目なんですけれどもそれはまあ我々、えー、と新しいディレクターすらおそらくもう新しい人ではなくてもっと新しい人へ向けて何か新しい、えー、と本当にドアあるいは場時間みたいなものがどういうふうに作っていけるのか。 そのことがもちろん先ほど宮城総合ディレクターからありましたようにオリンピックの2020年もとっても大事ですしあとその先の2021年以降に向けてつながっていく何かとっても大事な筋道になるんじゃないかというふうに考えております私ののの方方かからら以上で川合の方から今年のラインナップについいててご説明させていただきます。 共同ディレクターの河合です。よろしくお願いします。えっと今日ですね。本当に暑い中来ていただいてありがとうございます。はい、あの、ちょっと涼んで、あの落ち着いてきたかなっていうところだと思います。では、えっとフェスティバル東京の今年の、えー、プログラムについて、ちょっと、えー、ご説明をさせてください。えー、こあではえー、1枚パワーポイントをよろしいでしょうか？はい。 えと今年はですね10月の13日から11月の18日まで37日間の、えー、プ,ロプログラムになりますで、えー、とまず3本の柱を立てておりますいやこれは書いていないんですが一、えー、つはアジアシリーズもう二つ目が街中パフォーマンスシリーズもう一つがまだあのアーティスト発表という形ではないんですけれどもトークやシンポジウムといった、えー、と上演 の後ろにあるもの、あるいはフェスティバルの後ろにあるもの、えー、文脈から切り離さずにどうやって紹介できるかなというところを試行、えー、しながら、対話をしながらというところのプログラムの3本立てで、今年は進めてまいります。では、えー、アジアシリーズの方のご紹介させてください。えー、アジアシリーズですね、っ、えー、と今年で5回目になります。今までも、えー、今年も国際交流基金さん、国際交流基金アジアセンターさんとご一緒させていただいております。 で今までは1か、えー、国にフォーカスをして中国ですとかミャンマーですとかそういったふうに1つを掘り下げることをやってきたんですが今年は、えー、そういった枠を超えた紹介の仕方をあるいは共同で作られている作品を積極的に、えー、紹介したりあるいはフェスティバルの方で国際共同制作という形で作ってまいりますで、えー、と名前をここに挙げさせていただいているのがお三方でございます えー、タイよりピチェクランチェンさん、えー、バングラディッシュより、えー、ショップノドル、こちら劇団でございます、えー、ショップノドルさん、あとは、えー、カンボジアからロンモール・ピッチリシーさん、えーと、この方がですね、ボンプンというフェスティバルのディレクターでございますので、この方のキュレーションによって、さらにたくさんの方をご紹介できるかと存じます。であのバングラディッシュってて突然あの出てきたかかのよううに思思われれるかと思うんですけれども 池袋の西口公園にそっと日があるの、ご存知ですかね、あの日がありましてね、初日ドミナールっていう日なんですけれども、えー、バングラディッシュの、えー、ベンガル語の、えー、言語運動の日になっております。で、バングラディッシュの新年のお祭りを毎年4月にやっているということもございまして、そのお祭り、西口公園でやっているんですけど、そういったことで、まあ西口と、まあ、あの、 バングラディッシュのつながりもございまして今回ご紹介するに至ったというところでございます、はい、ではえっ、ー、と次街中パフォーマンスシリーズのご紹介に入りますはい では街中パフォーマンスシリーズ、えー、このように五組のアーティスト五組の、えー、作品をご紹介させてくださいエルパックさんとこちら共同で作ります坂田ゆかりさん稲津美穂さん田中京淳さんのお三方での一つあごめんなさい四つですねと,、えー、と福田武さん森英樹さんの四、えー、組による作品でございます街中パフォーマンスシリーズも今年で三年目となっておりまして今まで、えー、池袋の公演ですとか あるいは豊島区の庁舎ですとか、まあ、そういったところで劇場を飛び出した作品でなんでそれをやっていくかといいますと、まあ、フェスティバル東京はあの舞台芸術のフェスティバルということで劇場での作品もやっていくんですがやはり劇場の中だけではなく飛び出したところでお客さんとどう出会っていくか、えー、劇場にどういうふうに来たことのない人に舞台芸術やアートの可能性を伝えていけるのかということで 劇場のものと街中パフォーマンスシリーズの日本立てでご紹介をさせてください。あ、失礼します。で、えー、と次お願いいたします。はい、えー、次はですねこちらあのマツダマさんなんですがマレビトの会3年目の、えー、作品になります。えー、1年目は日向、えー、も創造者、2年目は、えー、シアターグリーンの方で上院いたします。今年が3年目になります。はい、次お願いいたします。 はいえー、こちらがですねドイツ・ベルリン在住のイランのアーティストによる作品です。なんですが、えー、とこの方、ですねあのここで一度、えー、と芸術劇場さんの、えー、と去年ですかね ITI さんのねでリーディングで紹介をされているアーティストです。えー、と今回、フェスティバル東京ではリーディングではなくて本公演でご紹介をさせていただきます、はい、では、えー、次お願いいたします。 えと山本卓さ,さんは以前街中パフォーマンスシリーズでドキュントメントという形で。 フェスティバル東京にはご参加いただいております。2回目のご参加になります以上、えー、プログラムというかあの、参加アーティストの発表になりますが、その他のプログラムも、えー、ご用意してというか、今、準備中でございます。えー、私ども、ですね7月11日にフェスティバル東京の記者会見予定しておりますのでぜひ、ぜひそちらもお願いできればと思います。よろしいですか、はい どうもありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは内藤と申します。東京芸術劇場の月劇オータムセレクションの説明をさせていただきます。 東京芸術劇場、あの年間さまざまな自主事業を展開しておりますが、芸劇オータムセレクションとしては、あの芸劇のプログラムの中でも、ですね特にあの国際性の豊かな、そしてまあちょっと新しい表現の扉を開くようなレパートリーというのを、この東京芸術祭参加作品ということで位置づけておりまして、あの年間のプログラムの中でも、ちょっとハイライトになるような事業をこの時期に持ってきております。 今年度の企画といたしましては、幅広いお客様に楽しんでいただけるような作品から、ですね新しい表現に挑戦したようなチャレンジ企画まで、4本、質の高い作品を揃えてお目にかけたいと思いまますすそれでは1本ずつ紹介ししていいきますじゃあお願いします。 まず1本目、野田マップさんとの共催によります、偽作、桜の森の満開の下という作品です。これは芸術監督の野田秀樹の代表作の一つでして、平成元年に上演されているものですで、その後92年、2001年に再演がありまして、昨年は歌舞伎版も作られまして、歌舞伎座で上演されました。 まあ平成の元年に初演されたものをまあ今回、ほとんど平成が終わろうとしているこの年にもう一度上演するということで、何かまあ意義深いものをえ感じております。これの作品はえ坂口安吾の,の短編2作品をえま下敷きにしておりまして、ベースとしては、夜長姫と耳尾のラブストーリーというのがありながら、大仏を掘る職人のえ物語というのが、やがてその国を作る。 歴史を作るといいう話に広がっていきますお手元にチラシ、皆様の資料の中に入っております、この,あの観音開き状態のチラシですがあの、ご覧いただけると分かりますように、出演者がとにかく、まあ、非常に華やかでして、妻夫木聡さん、深津絵里さん、天海祐希さん、古田新さん、秋山夏子さん、大倉浩二さん、藤井隆さん、さん村岡望さん、門脇麦さん、 池田成志さん、銀プンさん、そして野田さんと、あのもう,もうちょっとすごいことになっている、大変なキャストでお送りいたします。 えー、アンサンブル、あのいつも野田さんの、えー、舞台を支えています。あの非常にまあ有能なアンサンブルの皆さんも加わって、えー、オンステージ三十人というまあ大状態で持って上演されます。で、あの戯、ー、劇,劇で幕を開けました後、今年あのパリで開催されますジャポニスム二ゼロ一八というのがありますが、えー、これに参加するということでシャイオ劇場の方で、えー、上演をいたします。あのー、パリの、えー、国立社用劇場と、えー、野田作品はもうこれで三作目ということになりまして、えー、ザビート・エッグに引き続き。 今回もフランスに行かせていただくとどういう反応が得られるのか非常に楽しみにしておりますその後日本に戻りまして大阪と北九州で公演があって東京芸術劇場にももう一度外線で公演がやってくるということになっております続きましてゲゲゲの先生へという手のチラシが入っております えー、これはですねあの独自の,あの超日常的世界観でですね、まあ、見るもののこう価値観を揺さぶる作品を発表し続けている、えー、雪生き埋めの前川智広さんが、えー、書き下ろす新作になります。で題材が、えー、なんと水木しげるさんということで、まあ、こんなぴったりな題材はないのではないかという取り合わせでございます。えーでえー、っと前川さんがおっしゃいますにはあの水木先生の何か特定の作品を舞台化することではないと。 えかといって評、えー、伝もののように水木先生の生涯を舞台化するっていうものでもないとしかし見終わった後に水木茂だったなとしか言えないと言ったようなものをお目にかけたいというふうに、えー、おっしゃっています えまあ水木先生のことですので、えー、まあ妖怪と人間の世界を描くということになってくるわけですが、まあ、一つ今、ちょっと明らかになっているのは、えー、まあ半分妖怪で半分人間という設定のねずみ男ですね、これをめぐる物語ということで、ねずみ男とのおぼしきキャラクターを佐々木蔵之介さん主演が演じることになるであろうということで、進んでおります。えー、っと一緒にに出出演なさささいまますすのがここに出ております松雪康子子んん白石佳代子さん 他にも手塚徹さんとか池谷信枝さんとか、ですねもう本当にあのぴったりな世界の役者さんたちがご出演になると、で1球目のメンバーも一部出演するということで、あのまあ、どういう世界が展開するのか、非常に楽しみなところです。はい、続きまして、えー、カミューボーテル のえー、っとプロジェクトですこれ日本とフランスの、えー、共同政策によるものでまというプロジェクトですあのカミューボーテルさんフランスのあのー、シルシルク系っていうんですかねサーカス系のあのー、パフォーミングアーティストなんですがあの芸劇とはご縁ございまして、えー、14年にリメディアっていうあの家具がどん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 壊れていって一番最後は奥に全部吸い寄せられて何も空間になくなっちゃうっていうパフォーマンスがありました、えー、それと2016年予布の話というあの積み重ねられた一 椅子を彼が背負ってなんか徘徊するみたいなあのパフォーマンスでまああの見るものの度肝を抜きましたで彼はあの来日公演を通じて非常に日本をあの好きになりましてですねあの日本人のアーティストとコラボレーションするまたは日本をテーマにして作るということでこれまでもあのワークショップを重ねてきておりまして一人で来日して一人でワークショップをしたりとかですねそういうことをしていたということであのまあ今回 えー、ちょっと日本人のアーティストとコラボレーションするということでタイトルは「えー、間」と書きまして「間」ですねで彼自身と,、えー、っとセフ・ベルナルさんという方の、えー、2人の舞台にあの日本人の小のあのー、演奏者であります、えー、井原時子さんが、えー、コラボレーションして加わるといったような構想ですで美術をカミ、あのーユさんと、えー、あと京都中心に活躍してらっしゃる日本人デザイナーの青木純さんでコラボレーションして作るといったような構想が、えー、今できてお おりまして今年の秋の段階ではですねまだちょっとワークインプログレスという段階かとは思いますが日本で発表を行わせていただきたいと思っています最後になりますがバックトゥバックシアター これはですね芸劇の中ではなくて、っと三ンオペラと同じ西口公園、野外で上演するものになります。オーストラリアのカンパニーで、演者の中にあの、まあ、知的障害がある方というのがあの中心になっているというカンパニーであの、日本には FT に参加して、2013年に、えー、ガネーシャバーザス第三帝国という作品で、えー、プレーハウスで上演していただきました。あのまあ、そういうういいメンバー構成ということこもありましてです、ね ですね、あの非常に、まあ、あのちょっと普通考えもつかないような表現をなさったりあと非常に質の高い表現をするそれ,それを見る中でですね、あのー 人間の正常と異常っていうのはどういう違いなんだろうとかですねあとまあ人の持ってる無意識に持ってる差別意識ですとかあとまあ健常異常といったような線引きっていうのに何か意味があるんだろうかとかいったそういった,そういったような気持ちをどんどんこう見るものにか、えー、き立てていくという、えー、作品を作っていますで今回の作品はいわゆるあの野外でやるものですのでサイトスペシフィックというようなもので、えー、本当にその西口公園の普通に人が通ってる往来の中で えー、上演されることになります、えー、登場人物4人で俳優さんたちみんなあのヘッドセットであの、えー、ワイヤレスマイクを仕込んでましてで見るお客さんはヘッドセットをしてです、ね、イヤホンで見るということになりますですのでその演じてる人と見てる人っていうのはこれを介して結ばれてますが全く普通に通行してる人たちの中でそれが行われているというあのちょっと覗き見的な感覚の。 舞台,舞台というか、まあ、の作品になると思いますで、まあ、あの知的に障害があるこの2人と、えー、エリートクラスの人の間で、何かの取引が行われているんですが、なんかなかなかうまくこう信頼関係が続かないために、気づけないために、取引がなかなかうまくいかないといったような現場を、私たちは盗み見るということになります。 はいまとめてみますとあのそれぞれ別々にまあ企画が進んで、えー、ここに立っているわけですけれどもあのいずれの作品にもまあ言えるのはあのやっぱ私たちの目の前にある自分が今とらわれているあの自分の視界にとら、えー、えることができるこの現実だけがです、ね、絶対的な全てなんじゃないんだということを、まあ、ちょっと 気がつかせてくれるような作品が揃っているんじゃないかなというふうに思います。これ、季節して、まあそう揃ったなというふうに思います。あの要するに、禁視眼的な価値観を揺さぶって、ですねそれで新しい視界に目覚めさせてくれるような、そういった作品になるようなものが揃ったんじゃないかなというふうに思っております。でそのあのあ目覚める 結果ですね、えー。私たちがどういう気づきを得るのかでその気づいた結果、えー、私たちがえっとそれが私たちにもたらすものっていうのがまあ、希望ですとか慰めなのかあるいはもっと苦い現実へのまあ、新しい気づきなのかっていうのはあのまあ実際のパフォーマンスを見て、えー、発見していただければなというふうに思っております。あのまあ、この、えー、感激体験がお客様それぞれにとって、えー、ご自分との対話を重ねるような時間になることを望んでおります。 豊島未来文化財団の杉田と申します。よろしくお願いいたします。私のほうからは3事業をご紹介させていただきます。まず、伝統芸能アット南池袋公園事業をご紹介いたします。こちらは南池袋公園にですね、特設の能舞台を設けまして、誰でもが伝統芸能に触れていただき、出会っていただく、そういう2日間になっております。まず1日目ですが、こちら狂言師の野村万蔵先生に。 の構成演出によりまして、ルる伝統芸能公演の日本の芸能三馬荘、中世から江戸へという公演になります。今回のテーマとなる三馬荘なんですが、中世室町時代ですね、に新事芸能として発展したものです。こちらの三馬荘を野村万象氏自らが上演されます。 そしてこの三馬草なんですが江戸時代になりますと歌舞伎や文楽などの大衆芸能に取り入れられていくんですがその中でもですね今回上演いたしますのは三馬草の舞をに操り人形に見立てたですねアレンジでエンターテインメント性が非常に高い長唄操り三馬草でございますこちらを猿赤星三郎先生にご上演いただきます。 えー、数百年以上です、ねえー、にわたって人々を引きつける、えー、神秘の芸能である、この三馬奏を、えー、解説等も、えー、交えながらですね、えー、お楽しみいただく公演となっておりますでは次のスライドお願いします。 続いて2日目はですね「人は踊る日本の民族舞踊」と題しまして北はアイヌの舞踊から南はエイサーまでですね、全国各地の多様な民族舞踊を朝から晩まで繰り広げる踊りの祭典ですこちらはですね上演11団体の上演を予定しているんですが他にもですねお客様も一緒に踊りに参加していただける和踊りのコーナーやゲストを招いてトークを紹介します トークを交えてですね各地に根付く民族芸能の多様性を多彩さですねそういったものを1日お楽しみいただける公演となっておりますこちら2日間を通してあの平日からお休みまであのファミリー層からいろんな方々がお集まりになっている南池袋公園でオープンなスペースで上演することで多くの方々に伝統芸能というものに出会っていただきたいという公演になっております えー、では、次のスライドお願いします。続きまして大田学池袋絵巻をご紹介いたします。こちらは2016年からスタートしまして、今年で3年目となります。えー、まず大田学というものなんですが、え能楽の成立以前にですね。全国的に流行したと言われている田楽という芸能をもとにですね西洋の音楽や踊りも取り入れて。 新たたににに現代的に再興した、えー、総合芸術大電学の、えー、池袋バージョンのになりますこちら、池袋の街中かをです、ね、100名を超える、えー、演者が笛や太鼓などの音色に合わせて躍動的なパフォーマンスを繰り広げる、えー、一大野外パフォーマンスです。こちら、昨年に続きまして、えー、来月8日から一般の出演者の方も募集いたします。 稽古を重ねてですね、一緒にこちらの、えー、上演に参加していただきます。池袋の街中が、えー、絵巻物の世界に、えー、染まる、えー、幻想的な一話を、えー、生み出したいと思っております。えー、私の方から以上です。皆様、こんにちは。私、杉田と同様、豊、え、島、ー、国際アートカルチャー都市発信プログラムディレクターの根本と申します。えっ、ー、と私は えー、スライドを変えていただいて、はいえーと、4つの授業をご紹介させていただきます。えー、こちら池袋演劇祭ですこれは、えー、今年あ30回目を迎える、えー、演劇祭なんですが、東京演劇祭の中にな,なぜまたこの演劇祭があるかって、不思議に思う方もいらっしゃると思うんですけれども、それはこれが、あのこの演劇祭が非常にユニークな演劇祭だからだと思っております。えー、とですね 細かい制約は少しあるんですけれども基本的にあの9月という時期と豊島区内の劇場という場所基本的になんですがでの上演ということをクリアしていればプロでもアマチュアでも関係なく希望すれば参加ができるという非常に開かれた演劇祭になっておりましてさらに100人の一般審査員を公募いたします。このの100人の方々は それぞれ5演目ずつ見て投票して賞を付与するという役割を持っているんですけれども、この方たちは演目を選べません、したがって、あのー、プロはま問わず、えー、自分のパフォーマンスを見,見せたい、えー、そういう、えー、と高い志を持った方皆さんと、あのーまあ、アーティストのや劇団の方たちと、新しい観客との出会いというのが生まれるわけです。 この演劇祭を通じて広くあの舞台芸術を愛し支援する人々を増やしていくとそういう特徴を持ったフェスティバルとなっています今年は51団体52演目が上演されます次にアウルスポットの劇場で上演される演目をご紹介します 七福の惚れる人これはタイトル通りですね玉川七福さん老虚史の玉川七福さんがこの方たちの和芸を紹介したいというふうにラインナップした芸人の方たちをキャスティングしてお送りする日本の古典和芸の演目ですあの若い方々今落語が大変ブームになっていると思うんですけれども老虚や 講談も大変素晴らしいので日本の和芸を、えー、極める、えー、じっくり楽しむならこの演目というふうにあの今回初めてやるんですけれども毎年、えー、七福さんを中心に演者を変えてアウトスポットで上演していきたいと思っております、はいえー、次にはいダンスで演劇右回りの男ですこれはダンスと演劇の融合パフォーマンスとなっておりまして 構成を CM ディレクターの羽賀るさんにお願いしております。タイトル通り右にしか回りたくない男とか何でもカウントしてしまう女の人とかこだわりを持った特徴的な方々を羽賀さん独特のセンスで取り上げてパフォーマンスで描くというものです。新ししいジャンルへの挑戦となってておりまして 液晶空間もですね普段使いとはちょっと違ったインセンティブな空間を作りますのでぜひご期待いただきたいと思っております最後になりますけれども光の音影の音こちらダンス公演になりますアウルスポットでは障害を持つアーティストの方々と創作活動をずっと継続して行ってまいりまして南村千里さん今。 写真の左上の方ですけれどもそのお一人です2016年に「ノイズの海」という作品を作りましてその南村さんとのプロジェクト第2弾となります今回は伊藤キムさんネズ・ピジンさんヤオキッドさんの3人のダンサーたちにご協力いただいて南村さんのコンセプトのもと南村さんが考えるというかろう者の方々が感じる音 不思議な、えー、その音という感覚を身体表現として昇華させますぜひ劇場でご覧いただきたい演目となっております以上です APAF アジア舞台芸術人材育成部門とは2002年に開始されたアジア舞台芸術祭を前身に昨年から東京芸術祭の一部門となったプログラムで 次世代のののアアジアの舞台芸術をを担う人材の育成を目的としております10年間プロデューサーを務めた宮城聡に代わり2018年から新たに APAF ディレクターとして田田淳之助が就任いたしました今年の APAF は国際交流基金アジアセンターとの共催で実施され10月15日から11月12日の期間3つのプログラムにより構成されます 一つ目が国際共同クリエーションです。これは昨年の APAF 国際共同制作ワークショップで制作された小作品のうち、選ばれた1作品をフルサイズに発展させ上演されるものです。今年はインドネシアの演出家ユスティアン社ルスマナによるビューティフルトラマをインドネシア、日本、タイ、フィリピンの混合チームにより東京芸術劇場で上演いたします。 二つ目が国際共同制作ワークショップです。アジア初の新しい舞台芸術の創造を目指し、アジアの若手アーティストが東京に集い、交流しながら小作品を共同で制作いたします。今年、多田ディレクターが設定したテーマはバイオレント。このテーマをもとに制作された15分程度のオリジナル作品、3作品を上演いたします。 そして最後のプログラムがアートキャンプです日本国内アジアを拠点に舞台芸術のジャンルで活躍する幅広いセクションの人材が芸術祭の期間中9泊東京に滞在し感激レクチャーフィールドワークなどのインプットとスピーチディスカッションによるアウトプットを行い濃密な交流意見交換からそれぞれの活動の進化発展を目指す場です。 最終日には一般公開でのプレゼンテーションもございます。本日は残念ながらタダディレクターは出席がかないませんでしたので、タダディレクターのコメントを代読させていただきます。最近は自身のアジアでの活動でも、コミュニティ、アーティストのローカリティをいかに保てるかということを考えます。国際共同政策の場合、お互いの共通点、最大公約数を探しがちで、 アジアの価値観なんて、あたかも共通項があるかのようにも言われます。しかし、アジアといっても、歴史、文化、その背景となる気候風土もあまりに多様で、東、西、南、北、中央、東南と合わせて48カ国、国内で、言語、宗教、文化が違うのも当たり前です。もし、アジアの価値観、なるものがあるならば、 多様であり続けること、異なるものを排除せずに共存することにしかないでしょう。同時にそれはアジアの価値観でもあると感じています。APAF の役割はアジア舞台芸術人材育成部門という名の通り、アジアで活躍する人材の育成ですが、それはアジアを股にかけた活躍というよりも、各コミュニティで活躍するローカルな人材の育成だと考えています。 国際共同プログラムは特に若い世代にとっては国外、コミュニティの外で自分の芸術性を試せるチャンスでもありますが同時に自身のローカリティと向き合う作業でもあります外に出て行き自分の世界を広げていくことも大切な経験ですが外に開いた時に内側に差し込む光を大切にしてほしいと思っていますそしてゆくゆくは 強度のあるローカリティを携え、アジア各地から世界中の人々へ豊かな資産をもたらすことを期待しています。2018年度のプログラムはこれまでのスキームと大きくは変わりません。ワークショップとそのラップアップ、前年度のワークショップからのクリエーション、そしてアートキャンプの3つのプログラム構成です。ワークショップ、クリエーションは一人のアーティストの価値観、 方法論に染める、染まるのではなく、各参加者のローカリティ、違いを抱えたまま共同する場の経験として、アートキャンプは各参加者の問題意識のシェア、エクスチェンジを繰り返し、今後の活動プランの草案、実践に向けた施策の場としての充実を目指します。今後の展望としては、東京芸術祭の 他のセクションとの連携も視野に入れ参加者が自身のコミュニティでの活動にさらなる可能性を見出せるようなプログラム展開を目指します。そして日本の観客にとっても日本のローカリティ、アジア、世界への多様な資座を提供していきます。ちょうど今、アジアから日本国内からの参加者の選考の真っ最中です。息きの良いアジアローカルの可能性にワクワクしています。 どうぞご期待ください。以上でございます。